しくお願いします。お願いします。細川さんも対戦されてるので、ちょっとぜひね、やっぱりもう日本の宝だと思うんですけど世界の宝かもしれないですけど、はい、大谷選手のお話、はい、お伺いさせていただいてもいいですか。はい、まずこう大谷選手の存在というのは、もう彼が高校球児の時からご存知でした？そうですね、まあ、やっぱ同じ東北なんで。そうですね、はい、そうか、東北っていう枠で、はい、まあ、唯一多分自分だけだと思うんですけど、はい、こうまあ、高山ピッチングコーチから始まってるんですけど、はい、高山ピッチングコーチが自分を、はい、あの田舎っぺのカッペって言うんですよ。ほうほう。でこれ大谷にも言ったろうかなと思って、はい、で大谷に「おカッペ」って言ったら「あ先輩お邪魔します」みたいな、普通にこんな感じで話したりとかして、カッペつながりになって、カッペ認識があるんですね、お互い。はい、あていうか東北くくりのやっぱ先輩っていうくくりに。でもはい、そうですね。あ、東北プロ野球組合があるんですね。同人同権の面白いな。最初にでもこう入団される時に二刀流っていう、まあ、うん、まあ、前代未聞の話じゃないですか。どう思いました？いやでも可能性はあるなと思いました、やっぱり。はい、ただ自分は打つ方が素晴らしいなって思ってたんで、はい、思ってました。はい、高校生のバッティングの時も見てすごいなって思ってます。もう高校時代あのやっぱ動画とかで出てくるじゃないですか、ね、はいはい、そういうのを見てても、はい、投げる方より打ってもないスイング、あれ空振りしてたのかな、あのスイング見た時に、はい、これはちょっと高校生のスイングじゃないなと思ってた。そうなんですか。はい、バッティングでもあの日ハム自体もあの先に多分バッティングの方が花咲くだろうみたいな印象でいたみたいなことを、それこそ黒木さんとお話しさせていただいたときに、投手コーチでいらっしゃって、ああそうですね、黒木さんいましたね、おっしゃってましたけれども、どうでした、対戦してって。大谷翔平選手、まず打者を大谷選手の打者お伺いしたいですけれども、はい、これがまた変化球打つのがうまかったんですよね。はい、もう内側にこう入ってくる球とか大好きで、はい、もうちょっとそれが本当甘くなったらもう 100% ぐらいのスタンドに持っていかれるみたいな感じで。マジですか。はい、インコース速い球と外にちょっとこう、まあ、ツーシーム系統でちょっと落ちる球と、はい、あとは目線ぶらすために高め使ったりとか、はい、まあ、してましたけど本当はあの曲がり球ですね、カーブとかスライダーとか、はい、まあ、カーブは本当低めに来たらワンバンぐらいになるのも振ってくれるんで、はい、でもそれミスったらちょっともうとんでもないところまで飛ばされるっていうのはありました。あの大谷選手のフリーバッティング、はい、とんでもなかったじゃないですか。僕も一度だけ行かせていただいて、札幌ドームのレフトにレアードよりも飛ばす、もう打撃練習、はい、一番飛ばしてたなと思うんですよ、レフトに。そうですね、多分柳田を見てるんですけど、はい、やっぱ大谷が一番ですね。引っ張った時のもう一番飛ばすってなった時のやっぱ柳田よりはやっぱせあの左中間に一番飛んでたのが、はい、やっぱ大谷の方が飛ばしてましたね。すごかったですか、あんなの試合前見たら、はい、あの笑いしか出ないです、はい、そうですよね、はい、そうですよね、笑い出ますよね。いやもうでもうあの一番選手がですよ、選手が自分らが一番これ贅沢な観戦やでって言って引っ張ったりしてもすごいんですか、やっぱり飛距離。引っ張った方がすごいです。やっぱさすがに引っ張った方が飛ぶんですか、はい、そのスライダーとかの引っ張った距離がすごいです。引っ張らないんだと思うんです大谷は。メジャー行ってあんだけ引っ張ってるのは相当珍しいなと思って。あ、はい、こう今とかメジャーとか見ててバッティング変わってってやっぱこう進化してってる感じなんですか、大谷さんって。日本にいる頃よりもそんな変わってる感じはないですけどね。ですか、はい、またステップの感じだけでタイミングの取り方だけだと思うんです、変えたのは。あ、タイミングの取り方、はい、あとあの一番ピッチャー大谷翔平さん、はい、あったじゃないですか、はい、ソフトバンク戦、はい、あの時って細川さんそうですですよね。ピッチャー中田健一で、中田さんで、はい、あの時はもう結構打たれてたんで、はい、その中田健一だってまっすぐスライダーフォークピッチャーなんで
で一番一番で一番、はい、ピッチャーで一番もう印象を与えられるために与えるために1球目インコースのボール球からいこうってなったんですよ。で健一に、はい、真っすぐいけるかどっちスライダーいけるかってもううわって1球目にうわってやったら、うん、もう相手ベンチももうカリカリしたりとかもうなんだよみたいな。そうですよね。もうそういうのを狙いで、はい、もう高木健一と話したんですよ。はい、で健一がそうですね初球まっすぐはちょっと引っ掛けて変なとこ行っちゃいそうなんでスライダー引っ掛ける方がまだいいんで、はい、スライダーで行きますって言ったんですよ。はい、もし分かった頼むわって言って行こうって言ったらピュンって外側からピュンって入ってきて健一ごめんって言って自分から謝ったんですそれで要求したんで。なるほど、はい、そんな難しい、まあ、そういうことも起こりうるわけだから、はいはい、ちなみに一番ピッチャーって聞いた時に何か思われました？いや本当ありえなかったですよね本当にどこで聞いたんですか一番ピッチャーっていうのは。なんかこうベンチ裏のなんかどこで聞きました細川さん。自分は、はい、あれですブルペンいたんで、はい、で耳で聞こえてきたわけですか。いや後から分かったんですよ出てから出てから、はい、でもなんかそういうその試合前にそういう話がなんか出てたんですよ、うん、誰が言ってたんだっけ なんかそういう情報をちょっとなんか、はい、あっちのベンチからマッチかな、はい、誰かがなんか言ってたんですよ今日一番大谷みたいだよみたいな、うん、いやいやそれはねえだろみたいな感じで言ってたんですけど、うん、以上やっぱ本当だったんで。いやなんかこうそれこそ今度その黒木さんに投手コーチ時代になんかそれの話も聞いたことがあって、はい、一応見てそしたらあれは変化球だろうって思ってたんですよみたいなことをおっしゃってたんですよ。そのやっぱりまっすぐいきなり当てちゃうと怪我するかもっていう話だったんですけど、はいはい、でも細川さんの思考は逆でしたよね。やっぱりインクリートで全然かましてやろうって思ってたのに、はい、ってことなんですね。目的はそっちだったんです本当は、はい。違うピッチャーであれば多分もう、はあ、健一だったんでそうしたのは確かですね。他のピッチャーであれば絶対インコースまっすぐですもういったーって感じですか。いやもう投げた瞬間投げた瞬間にもうスライダーって分かってるじゃないですか。もう結構スローやったっすよ。ガッポーみたいな。この話聞けたのこれすごい価値あるな今日。ここのところの。いやあれ日本中が僕はもうちょうど家で休みでテレビ中継見てた。一番ピッチャー答えてもう大騒ぎですよ世の中も。なんだこれっつって。でしかも初球ホームランでもうテレビの前で全国の人がこうやって手叩いたと思うんですよ。そうですよね。で全国の人はお見事ってあれ思いましたし細川さんはごめんだったんですね、はい、中田さんに対して。そうですね。あれじゃあ責任は細川さんにある可能性あれ全部自分ですでもこうなんていうんですか興行というかエンターテインメントと考えるある意味ですよこれ野球のエンターテインメントと考えると、うん、あれってすごいもう代名詞になったと思うんですよね。でそうですよね。一番ピッチャー大谷さんが初球をホームランを打ってくれたって伝説に松井選手 あの5回フォアボールと同じぐらいの伝説じゃないですか。です、ね、大谷さんのもうホームラン数あるホームランの中で一番印象残ってるのってあのホームランの可能性があると思うんですよね。うん 一番めっちゃ大谷翔平当事者が一番覚えてるんです大谷さんとの対戦っていうのは相当苦労はしますよね。だってもうとんでもないバッターになってましたもんね最後仕上がりとすると。いやそんなに。そうなんですか。僕は長打さえ打たさなければ、うん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 、言ったらもう困ったら外でいいっていう感じのバッター。ああなるほど、はい、もう長打さえ無理してインコース行った方が、はい、あのみんな行き始めてたんで、うん、でもまあうんあの外も、はい、外にこうちょっとツーシーム系のこうピュッと落ちる球
片手でやるんですよ、はい、ただ足速いんで。あ、そっか、はい、その内野安打は結構記憶ありますね。で本当にあのうまいんですよね、このバットコントロールも、うん、ガンって振らないで抜いたままやるんで、はい、打球にもう全く力ないんですよ。でその分足早いんで一塁セーフとか。なるほど、ね、そういううまさがやっぱありましたよね。あのメジャーに行くっていう風になった時にどうです、予想でどのぐらいの成績打撃を思ってました、この、まあ、ここまでっていうのはまああれですけど、うん、いやここまではただ普通に打てるだろうなと思ってました、ね、思ってました、はい、なんか20本ぐらいはいける可能性は。そうですね、そうですね、はい、まさか46本まで打つ。いやもうびっくりしました本当に。でもあのすいません、僕はカッペ仲間として、はい、活躍は嬉しいですよね。いやあの 今でもカッペをやるなって思いますもんねすげえなー、はい、野球界の縦軸素晴らしいですね大谷選手をカッペってやっぱね、でも視聴者の方もやっぱ大谷選手のこと好きなんだなってすごい思います、コメントとか。いやすごいいい子ですよ。めちゃくちゃいい子ですね。あ、そうですか。自分らがカペっつっても、あ、先輩っつって、こうなんかこうにこやかに、にこやかに、はい、